Thank you.
クラスを潰すのに一番の難関となるのは、まあなたたちさえ倒せばオリーブのクラスなんて、うん、ここで一気に蹴りを覚悟しなさい。うーん、お腹ちょマロンパフェかな、それと多分クリームが古かったです。ケーキ食べ放題ポンポン言った。嘘だって、私もパンナちゃんも。何その人の胃袋。あーもうダメ、帰るよパンナちゃん。はいです。ちょダメ、バックドール。Yep.
はっ！
はって
おかしいね。ジェラ、ほんとね、邪魔してく。ま、邪魔されなくて、急いで学院に戻って。そうだね。
you
せい。うてい。やっ。つ。うりゃ。てい。てい。やっ。てい。うわ、せい。どうしよう、そん外傷はないが、しかしガレノス先生。おお、パーネス、この子たちが学園の前で倒れていたこちらの私は念のためバシュラン校長に報告。あなたたちもご苦労様でした。あら、確かに本物と、そういえば先ほど多分図書室。そんなバカな。キシシシ、私もそう思ったのですがね。しかしそうだったとし、うん、あ、おかえり。え、そんなことオリーブはいるか。あ、お前に一言。お前をぶって、その上ひどく、あれはダンテ先生、どうしちゃったんですか。それだけだ先生。ドラゴンを見て、うん、私、うん、とにかく、はい。あら、もう少し早く決着がつく。あとドラゴンオーブがあるのは終わりなき塔のみ。これで本当に正式な依頼として、図書室、今まで以上に敵も強く。オーブとドーム、いよいよ最後のオーブの、今のところジェラートのクラ、これで決着がつくんだもん。できる限りのこと。それじゃあ準備ができた。
オーブと塔の名義。それでは終わりなきドラゴンオーブを見つけ、くれぐれも無茶をしない。
今回はな。よし、これで最後なんだから気合い入れていく。ちょっとあなたたち、ジョルジオ先生、どうもこうもないわよ。バシュラン校長が何者かの手によって殺されたの。急いで学園に戻るわよ。バックドア。嘘。宝物庫でバシュラン校長の遺体が見つかってから、ダンテ先生は行方不明。それにパーネ先生からの目撃、パーネ先生はその時に切られて重傷を負い、現在治療中です。バシュラン校長は宝物庫に保管されていた鍵、ええ、異世界への扉を開ける鍵です。異世界、え、驚くのも無理はありませんね。この私たちの今いる世界の他にも世界は存在する。世界が、はい、この世界以外にも他に、世界を行き来するには世界をつなぐ扉を、その扉を開けるには鍵、ダンテ先生はその鍵を盗んだのです。グロテスクワームの事件、あの時に、そこで皆さんにお願いなのですが、ダンテ先生が向かったとされる扉のある場所は終わりな、じゃ、はい、まだ戻ってきていません。お願いです。私たちが動けば生徒たちの、ジェラートたちを連れ戻してきて、はい、オリーブさん、どうもあなたはダンテ先生に対して特別な、今の状態のあなたではダンテーゼ先生、これも彼女のためです。皆さん、じゃ、オリーブ、ごめん。ダンテ先生、最後のドラゴン、ジェラートたちも無理を承知、よろしく。Hey!
Hey!
おかしいなあ、あいつらほんと、あ、そう、さっきそこで拾ったんだ。パーネス、どうだ、おいらちょっとはヒーローになって、お前で、じゃあ、ま、はっ、うわっ、はっ、うわっ、うわっ、
Yeah!
天と魔法。Thank you.
Thank you.
今にコッパ近くにいるはずだ。
Yeah!
はっ、えい、せいっ、せいっ、うわっ。What?
ジェット魔法だ。
いけ！ここはジェラート、ティラミ、みんなどうしたんだ。ルオーって、お前たちか。ダンテ先生、答えろ。そうだ、俺どうして前にクラス全員を相手に剣を試してやるよ。お前たち来い、ルオーテ。こいつは俺の卒業試験だ。さあ、次はお。強くなったもんだ。ダンテ先生、お願い。おかしいと思ったんです。先生はお別れのつもりで私に謝。もう二度とこの世界に帰る。あの人と一緒にいるんでしょ。バシラン校長を殺した真犯人の。驚きましたよ、オリーブさん。よ、信じられません。全部全部嘘だった。せっかくです。私はフォーリン・セレスティア、翼を血で染めた天使。どうです、私たちがこの世界に来て、この世界の宝であるドラゴンオーブを。オリーブさんもジェラートさんも皆す扉を開くための鍵。宝物庫にグロテスクワームの卵、バシュラン校長を手にかけた。全て私の仕業。さらにこれも。この子ったら本当にあまりにもおかしくって、強くなりたいって願う。このゾンビパウダーを。あなたたちをここで始末しなければ。さようなら。やめろ。
ドラゴンオーブは本来あるべき鍵も私たちの手の中。そろそろ行きましょう。扉よ、開きなさい。さようなら。もう二度と。先生！すまない。やっと目を覚ましたわね。覚えてる？私はニーナよ。夜あなたたち一週間以上。はあ、やっと目覚めたんだ。大丈夫？どこ？私ベーゼ先生を。あの後先生たちが駆けつけてくれたのに。それで私たちは助かった。皆さん目を覚ましたみたいですね。と皆さんが眠っている間にニーナさんも目を覚まし、今回のことの重大さが分かりました。ニーナさんからご説明してもらいたいのですが、今は目覚めたばかりで疲れているでしょうし、コッパ君のことは準備ができ次第コッパ君を助けた。全てはその後でお話では。ニーナさん。あ、はい。コッパ。おいおい、そんなに落ち込むなよ。ま、俺だよ。そりゃ驚くよね。私前にお前たちと生徒が消える事件を調査したことがあっただろ。あの装置のメカニズムを調べていくうちに、それであの黒い光を浴びる瞬間に我ながら的確な判断だったぜ。ま、だから俺の心配はするな。問題はあいつは今迷宮でモンスターの、ま、詳しくは依頼を受けてから。それはそうと、オリーブ、俺っていうか、よろしくな。さ、目覚めたばかりで。そうね。
ここおダンテこっとまたこっノロは知ってると一旦先生今は初めのも私は図書委員の仕事がまだあるそれじゃディレムスうんあっツコッパちゃんの彼の先生呪文でも乗るけどちょもう決めたうんでもそれって覚悟はできてる今使わん分かったよ私たちでありがとうもう大体の私たちは先にこ皆さんよく名付けてそのまんま私とゼラ途中で襲ってくるコッパを無事に捕獲できええ大よしおかしなもんだよなだかだか一瞬俺たちもっと俺たちも行こうちょっやっせいうりゃっせいせいはっうりWhat, what, 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 what
そっち、そっ、俺たちの出番だ。ちょっ、えっ、えっ、よし、右、その、よっしゃ、そろそろおい、お、あ、え、に、しょうがねえな。頼んだぜ、コッパちゃん。クリアディスペル、やった、コッパちゃん。ティラミス、コッパ、お、とりあえず保健室。そうね、二人は私と、私も手、おかえり。ガレノス先生に見てもらったら、眠ってるだけだ。いつ目覚めるかはわからないんだってさ。コッパが元に戻ったことはよ、君たちが目覚めたと思ったら、二人とも頑張ったから。ま、そういう考え、あ、そうだ、そういえばニーナさんとベ、きっと例の話。それじゃあ、わ、じゃあ私たち、君たちも後で必ず。皆さんお集まり、あなたたちにはちゃんとした書、改めて挨拶させてもらうわ。あなたたちの住む世界とは別の世界、その裏の世界が3つある世界のうち残る闇の侵略軍団に襲われて壊滅の危機なの。ちなみにこの学園にいたというパーネとダンテは、あなたたちの学園に潜り込んでいたの。秘宝ドラゴンオーブを入手するため、もともと圧倒的な兵力差でドラゴンオーブまで手に入れられてしまった今、私は、私のせ、つまりニーナさんたちの世界を牛耳、私たちには関係のない話と。でも裏の世界に行くための鍵はどうするんですか。行けるわよ、私なんか特殊な体みたいでね。世界と世界の小さなほころび、あとはそこを通るだ。私たち教師陣が話し合いの末、私たちが抱える優秀な生徒たち、戦争に加担する。ニーナさんの話によると裏の世界なので、私たちにとっては、しかし強制はいたしません。よろしくお願いいたします。裏の世界、実は私も、もちろん世界の先生、きっと何かパンだから、君たちも、あら、あ、ニーナさん、本当にありがとう。じゃあ早速だけど、準備ができたら次元の扉、次元の扉は初めの森の冒険、来てくれてありがとう。結局ニーナ、うん、あ、こっちでいろいろ勉強したいんだ。そうか、ま、あら、準備はいい？ごめん、おかえりなさい。ドラゴンオーブを、私が、ところで選曲は圧倒的に私たちが不利、まずいわね。ユーナ先生、ああ、紹介しておくよ。
この子はビット、うちの生徒なんだけど、実質的に あのこの人たち、もう一つの世界ええ、まあよろしくお願いしますね。今は僕たちの方が不利な、それを打ち破るための作資料ができ次第お教えします。それじゃあ僕はこれ、じゃあさ、今の私たちの世界の情勢と敵側である闇の軍、事の始まりはまず数ヶ月前、ディモレアッツ、ディモレアとの決着、どうもディモレアは闇のディモレアとの戦いで私たちの力量を知った敵軍、訓練を受けた戦士たちの大軍と超、結局攻撃に耐えて残ったのはここパルタクスに、けどそれもつい最近の攻撃、敵軍で一番注意しなきゃならないのは頭である女帝のバルバ、あんたらんとこに隠れてたパーネ、四天王堕天使パーネに資料使いカテリーナ、あれそれだ、不明、不明って、一説では山よりでか、とにかくその四天王はこの世界にやってきたってことは、あ、しっかり働いてもらうから。皆さん、どうしたの？戦争に駆り出され戦地に赴く兵士たちの同期、でもあなたたちは自発的、なぜです？理由、なんだか私たちのことをスパイだと。いえ、そういうわけでは。正直私は世界の危機って聞いた理由なんて簡単よ、もう一度ダンテ先生に会える。うわ、あんたバカな、ダンテは、あなたたちは彼に殺、いやだな、まだ死ぬつもりも殺されるつもりも、ただダンテ先生が私たち、あの顔が目に焼き付いて離れない。あなたたちは敵を、ダンテ、そりゃ君たちにとっちゃ、けどね、少なくとも私に、短い間だったけどいろいろと、もしそれがお芝居だったとしても私たちにとってだ、その甘さが引き止めてしまい、すみま、僕が考案した作戦、校長室でどの作戦に加わり、ユウの先生に伝えていただければ。それでは僕は、あら、へえ、そう、でもま、いいんじゃねえか。そうよ、私だってお心配だから行く、たす、至極明快、それで、おお、ジェラートって達観してる、あバカね、今更気づ、ま、とりあえず校長室。